はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロラストライトリダックス、続きやってきます。絞首刑寸前のパベルを助け出して、ここの遠隔起動式のドアを開けないといけないので、指示に従ってこのケーブルの去って充電器で電力を供給してあげよう。で、ちょっと気色悪い雲が発生しているので、雲は弾薬が有効的よりは光を当てて腹を見せたらそこを撃つと。このうねうね動くやつもね、2033から見てるけど本当に気持ち悪い。開かないからこっちから行こう。お、いるな。来るか。めっちゃカサカサ聞こえる。とりあえずライターでクモの巣を。小さい雲か。日記があった。おお、来た。ライトだ、ライト逃げてった。いや食うもの巣だらけだ。来た、ライト。よし。おお、ばっくり割れた。なんて色してんだ。リロード。ランプがあった。点灯。弾薬を入手。ショットガンが今マックスなんだな。どっかでショットガンが欲しいな。ライター。これはライト。よし。リボルバーなら2発で倒せるな。なんでこれタイヤのホイールが刺さってんだこれ。動いてるし。うわ気持ち悪い。リロード。ライト充電。気持ち悪い。これか。これか。これを充電器につないで電源供給。さあ、通ったぞ。これでここが開くようになった。戻ろう。わお、素晴らしい。天才的だ。準備はいいか。よし、いつでも OK。 後に続け。もうすぐシアターに到着する。メトロの入り口は近いはずだ。だが短い距離とはいえ地表を進まなくてはならない。踏み出す一歩が最後の一歩になることを覚悟しながら。地表出るのか。光を抜けて。相棒、着いたぞ。暗くなるまでもう時間がない。大丈夫か。明るいな。トンネルが崩壊している。シアターに降りるエスカレーターへは地表からしか行けない。まったく、こんな暗闇の中で見つかるのは絶対にごめんだ。日記ゲット。間違った。よーし、ついてたなアルチャム。ここにはレンジャーが住んでたみたいだ。多分だが、なんだこれ。なんかあった。レンジャーがいるところには、くそ、フィルターが足りない。ガスマスク。なんとかやりくりしよう。俺たちは皆メトロの兄弟だ。フィルターが少ないかなあ。そういう多機能の腕時計が欲しいよ。フィルターの残量がわかるんだろ。フィルターの残量がわかるんだ。銃が効かない奴らがうろついてるって話だ。メニューからも見えるけど。目に合ってきただろうが、今度のは今までの日じゃない。お、眩しい。アルジョム、覚えておけ。死にたくなきゃ一瞬も油断するな。眩しい。分かったか。噂で聞いたことがある。街が炎に包まれた時、あの飛行機はモスクワに向かっていた。そう、そいつが衝突した建物、それがシアターへの入り口だ。氷が溶けてる。まるで春だな。おいアルチャム、夏まで生きていられるかもしれないぞ。久々のモスクワの地表。待て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 、どこかに地下道があるはずだ。レンジャーなら見つかりやすい広場を通るはずがない。よし、ここから下へ降りられそうだ。オーケー、太陽ともお別れだな。雲の流れが速い。おお、あんなに寒かったけど今は雪ないんだ。すげえ。雨か。おお。パベルなんか声小さくなったな。フィルター残量が心配だな。腕時計の0時に方向にさしたら切れるのかな。うん、うお、うわ、あ、なんてこった。マスクを交換。フィルターを交換。光の方に出よう。中を見てきてくれ。フィルターはないか。先行しよう。え、あ、うお、冗談じゃない。ノサリスの大群だ。あ、何体かこっちに来てる。あ、これ弾ない。おお、来すぎ。痛い。治療。まだいるな。腰溜めで打つ。リロード。よし。飛行機を抜けられないか調べよう。さてよ、あ、晴れてきたな。飛行機の残骸がある。フィルター交換。フィルターはどっかに落ちてないかな。特になんもなさそうだけど。特に何もなかったけど、どうしたらいい？あ、弾薬あった。この辺になんかあるかな。お、なんかいろいろあるぞ。ちょっと武器変えてこっかな。交換して、お、ショットガンだ。ラッキー。他には何もないか。戻ろう。フィルターがまずいな。ちょっと早いとこ。なんか探さないと。ここ開くな。よし、開けよう。手伝うぞ。引っかかってるのがじゃあ俺。開けて。フィルターの残量がまずい。おっ。おっ。何？こいつはマヨルガ島初の飛行機。旅行帰りの家族とかも乗ってたんだろうな。アルジュム、俺は海に行ったことも、ガスマスクを保たないと。飛行機に乗ったこともない。まあ、当たり前だ。何か感じる。妙な感じだ。相棒、お前にも見えるか。ガスマスクを保たないと。アルジョム、あれは何だ。おいおい、見ろ、こいつらまだ生きてるぞ。生きてる。おお、なんだこのフラッシュバックみたいな。やばい、フィルターがやばい。おっ、あれ、おっ、視点が動く。さっきの光は一体確認しろ。あっ、墜落する。なんてこった。うおお、これ核爆発か、これ。あれ、どうした。やばい、フィルターが切れてる。あれ、どうした。バベル、フィルターは僕も切れてるんだけど、どうしたらいい。どっかフィルターないか。フィルター、フィルターが、フィルター、フィルター交換、助かった。アルジョム、あっちだ。あの建物の裏に入り口があるかもしれない。急ごう。なあ、やデーモン、やれ、撃ち落とせ。よし、ショットガンだ。おお、落ちた。やべ、フィルターが、フィルターがない。何度か、ガスマスクを外したりつけたりしよう。おお、また嵐が来てるぞ。さあ、どこ行く。そっち。フィルターがもう持たないから早く先に行こう。もう時間だ。飛行機から離れたと思ったら、あともう少しだったのに。よっ、フィルターがほらもう18秒しかないぞ。フィルターがリロード。次の角を曲がったらシアターへの入り口だ。外す。急いでこい。急げ急げ。どっかにフィルターはないか。こっちだ。後に続け。ここか。手を貸せ。よし。フィルター。フィルターがやばい。治療。いて。駅に知らせないと。エスカレーターに向かえ。よし、もうフィルターが持たない。降りるんだ。まだ追ってくるぞ。開けろ開けろ。入れてくれ。やばい来てる。痛い。ガー。やばい。マスクも体力もやばい。お、助かった。いい運動になっただろう。あ、助かった。過去の幻影とでも言うべき死の町モスクワの短い滞在は終わった。僕はまたパベルと助け合いながら今度は本当の相棒として一緒にメトロへと戻ろうとしている。荒廃した世界で生き延びるにはそれしか方法はない。だがこの先には多くの人が暮らす駅シアターがある。ポリスのすぐ近くの駅だ。パベルがレッドラインの警備を抜けさせてくれれば1時間もせずに帰れるだろう。シアター。いやーちょっとフィルターが少なすぎた。我々はすぐに上に向かう。ウォッチメンは多いだろう。ここにたどり着けたのが不思議なくらいだ。飛行機のそばの建物に巣があるようだ。道理で悪夢にうなされたわけだ。悪夢が見たいのか。それなら上で待ってるぞ。たった3人で行くなんて無茶だ。巣を一掃するには最低2つの障害がいる。とりあえずここはレッドライン兵士たち、レンジャーがたくさんいるんだよね。生き残った俳優、芸人はみんなここにいる。彼らのショーを見ようと、メトロ中から人々が集まるんだ。とりあえずここをうまく抜けれるかな。いつものことだ。でもなぜ私たちまで。ボスは今忙しい。ここで待ってる。さて、計画はこうだ。この次の駅は革命広場。我々共産主義者の駅でもある。そしてポリスはもうすぐそこだ。俺のように模範的な共産主義者ならお前の保証人になってやれる。そうすればすぐに帰れるはずだ。どうだ。それなら助かる。ああそうだ。よし入っていいぞ。さあスパルタンの友よ、周りを見てみろ。ここは観光にもってこいだろう。俺は仲間と話してくる。また後でな。歓迎しよう。ゆっくり休むといい。おお、ウェルカムしてくれてる。よいしょ。さあ、つかの間の休息。日記があった。お買い物をしようかな。お買い物。武器が全然ないから。ここは酒場か。じゃあ豚さん、なんかすげえ格好してる人いるけどどうしたおっさんギターがある。にぎわってるな。おメトロ2033、2034、2035。さあマーケットだ。なんか売ってくれますか。弾じゃなくて、まずはあれだ。まずはフィルターだ。10はいいんだ。フィルターをくれ。あれ楽器じゃなくてだな。フィルターここで売ってるか。フィルター売ってないな。ピストンの弾を1つ買って。フィルター売ってないのか。ここシアター。あここカスタマイズだけか。カスタマイズだけか。とりあえずはこれでいいか。シアターあっち行けるんだ。今すぐ革命広場へ行こう。シアターを通って入れる。じゃあ一緒に行こう。あ日記落ちてた。シアターどうぞ中に。舞台に上がる情熱で燃えています。もしお気に召すなら最後までショーを見ていくといい。控室で待っててやろう。ショーマエストロ、カンカン踊りをお願いします。ちょっとかこの辺にいればいい。どうだショーは面白かったか。楽しんだならそろそろ出発しよう。出発。ああパベル・イゴーレビッチ。めっちゃタバコ吸ってる。会えて嬉しいわ。お久しぶりね。私たちに飽きたのかしら。君たちにはぞっこんだよ。だけど仕事が忙しくてね。本当だって。またすぐ来るよ。約束する。危険を顧みずパウダーを貸してもらえる。冗談じゃないわ。人類が全ての支配者であることを再び信じる。質が悪くて彼氏にもっといいのを買ってもらったらどう。アルチョムお前は女に少し飢えてるようだな。飢えてるのアルチョム。女がいない人生なんてつまらないもんだ。それじゃあそろそろ時間だがお飯。まずは生きてることを祝って乾杯だ。俺のおごりでいいだろう。いやお食事だ。おうまそうだ。さあ飲もうアルチョム。うまい。口当たりがいいよな。それに場所がいい。なんていうか故郷で飲むのが一番だよ。ほらメトロ中を旅してきてレッドラインについてあれこれ聞いてきただろう。やれ最低の場所だやれ食料がないだ。意味もなく仲間を殺すだの冗談を言ったら最後逮捕されるとか。待て、もう一杯頼もう。来たぞアルチョブ。いいね。それで、ああそう、視界が歪む。少々厳格なのは確かさ。一つの政党、リーダー、イデオロギーのもとにある。だから秩序があって食料、医薬品、燃料、シェルターなど全てが共有される。金持ちはいないが貧乏もいない。もう一杯だ。さあ平等に乾杯だ。3回目乾杯。どこまで話したっけな。ああそう、おろれつが回ってこなくなるぞ。他の駅を見てみろ。奴らは共食いして自分の子供を奴隷として売ってる。まるで原始人だ。自由を与えすぎると人間は獣になるだろう。秩序だ、秩序。大事なのはそれさ。それが俺たちを救ってくれる。お前が何を信じようと構わないが、俺は死ぬまで共産主義者だ。秩序に乾杯。乾杯。ぶっ倒れるぞ。アルチャム、飲めや。サクッと飲め。ほら。あ、れ。さて、まあそういうことだ。あれ？怒らないでくれアルジョム。仲間のことを守るために自分の仕事をしたに過ぎない。そしてアルジョム、お前はよそ者だ。なったと。こいつ連行しろ。はい、少佐殿。イエスさん。ああ、酒はもうないよ。盛られた。